今回はミステリーランチの軽量バックパックレイデックス47を紹介します。もうこれはミステリーランチでもなくて UL でもなくてデーナデザイン、そんな感じのバックパックでした。今までのミステリーランチは軽量にするとフレーム類が少し華奢になる、そんな感じだったんですが、こちらのレイデックスは昔ながらのいいフレームをしてます。素材感も意外と張りがあってなかなかいい生地を使ってます。今までのミステリーランチでいうとブリッチャーなどはちょっと生地が柔らかすぎ、この新しい生地はなかなかいい生地です。丈夫な UL 風のポケットがサイドと正面についてます。ミステリーランチなので最大の売りはやっぱり背面システム、しっかりとしたフレームがここから下までちゃんと入ってます。なのでフレーム剛性がある、なんだけど軽い。ショルダーハーネスもこの立体的なザ・ミステリーランチデーナデザイン、そんな感じの立体的なハーネスです。バックルが新しくなってます。背面システムは今までと一緒、しっかりとしたフレームがあるおかげで重心バランスを上に持ってこれます。背負いやすい。ウエストハーネスはもう簡単に外せます。外してみますと、これだけ。ウエストポケットはこんな感じです。もうシンプルなポケット。2つ外して軽量化。1つ考えたのがこのループにウエストバッグを通して使う方法です。それではやってみます。こんな感じのバックパックになります。ループを外して軽量化、ウエストハーネスを外して軽量化。あと軽量化できるポイントとしてはこのフレーム板を外すことで軽量化することもできます。一つ残念ポイントがこの雨蓋が外せたらよかったのになという感じします。どうしても今までのバックパックそんな印象があります。あとこのグラブハンドルが後頭部に当たる位置。今回ミステリーランチの軽量バックパックレディックス47を紹介しました。なかなかよくできたデーナデザイン風のバックパックです。